見ろ、タイヤの跡が残ってる。これをたどっていけばいい。ラプトルの死骸が点々としておるぞ。武装集団を襲って返り討ちにあったのかもしれんな。ほった！見ろよ、国王軍の戦車がやられてる。これかなり手ごわい相手らしいな。今からでも追いかけるのをやめた方がいいんじゃないか。いや、むしろ急いで追った方がいい。この先にはスピノ町がある。うっしゃ、こちらラオだ。聞こえるか、アレ将軍。こちらアレです。今どちらに？武装集団の痕跡を追って北上中だ。どうやらスピノ町方面に向かったらしい。なんと。わかりました。我々もスピノ町へ向かいます。ほっ。やっ。ほい。なんじゃ、変わりないではないか。ふう、ヒヤヒヤさせやがって。別に心配してたわけじゃねえぞ。念のため、変わったことはないか、アンに聞きに行こう。
皆さん。一人か。アンはどうした？アンさんならルジバのジャンカーマーケットに掘り出し物を探しに行きましたよ。一人で？はい。もう国王軍は敵じゃないし安全だろうって。ふん。なんだか外が騒がしいですね。入り口の方向か。ちょっと様子を見に行こう。おい、大丈夫か？何があった？おかしな奴らが突然ジャンカーマーケットに。 あいつら戦い慣れてて。おっさん。うん、例の武装集団かもしれん。今マーケットにはハンさんが。行こうぜ。小娘を助けにですか？しょうがねえだろ、あいつもまあ仲間だしさ。急ごう。ポルック、彼のことを頼む。は、はい。
王子、あれは。おいおい、マジでヤバいんじゃないか。君たち、もしかして助けに来てくれたの？人探した。アンという少女を見かけなかったか？女の子、心当たりがあるのか？うん、武装集団を追いかけて。なんだって？あいつ、ありがとうございました。あんたたち、どこから来たの？何が目的？なんだ貴様、下がらんと綺麗な顔に傷がつくぞ。いいから答えなさい。こいつ、あん、仲間か？お前たちも下がらないと。魔物、見ろよシーフ、俺たちにビビっちゃってるぜ。もっと怖がらせてやりましょう。聞いて驚け、俺様が世界一強くて恐ろ。やっぱり。でも噂で聞いてたほど恐ろしくはないんじゃないか。ああ、言われてみれば確かに。おい、痛い目に遭いたくなかったら。まあ待てよ、魔物を退治したら国の連中に自慢できるんじゃないか。なるほど。だろ。ああ、舐めてくれちゃって。いいぜ、かかってこいよ。
悪魔の恐ろしさを教えてやる。待て、どこへ行くつもりだ。話して、行かなきゃならないの。無茶を言うんじゃない。お願い、行かせて。確かめなきゃならないことがあるの。どうしてもか。わかった。ただし、私たちも行く。え、一緒に来てくれるの？仲間なら当然だろう。なあ、王子。ふん、そうなんじゃねえの。ありがとう。でも、危なくなったら逃げてね。誰に向かって言ってんだ。さっさと行くぞ。なんじゃ、これでは入れないじゃないか。そんな、じゃああいつらどこに消えたのよ。以前ルジバ戦艦に来た時は別の出口から脱出した。おそらく奴らはそちらへ回ったんだろう。戦艦はこの山に墜落したんじゃな。しかしあの連中、一体何者なんだ。アンは何か心当たりがあるんじゃないのか。確かなことは分からない。分かるまでは言えない。なんだそれ。ゼウの飛行戦艦の次がルジバ戦艦。目的が見えてこ。すごいお宝パーツでも探しているのではないか。国王軍を敵に回してまで手に入れたいお宝。あそこって前に来た時開いてたっけ。確か閉じておりましたな。奴らが開けていったのではないでしょうか。であれば奴らもそちらに向かった可能性が高いな。行ってみよう。この部屋は確か防衛メカと初めて遭遇した部屋だな。王子がはしゃいで落ちてきた部屋ですな。うるせえ、早く奥に進むぞ。この扉も開いているぞ。妙な匂いが強くなったな。行ってみよう。階段は上に向かって続いておりますな。急ぐぞ。ほっと。ほっ。はい。じゃん。
っしゃい。国王派がどうとかいう話もあったな。国王派？武装集団が口にしていたらしい。真意は不明だ。そう。ほっ。よっ。ほっ。はっ。よっ。ほっ。ほった。よっ。やっ。悪魔より悪だなんて。とかいう話もあったな。国王派？武装集団が口にしていたらしい。真意は不明だ。そう。このフロアにはないようです。本当によく探したざますか？探しました。となるとやっぱり機関室ざますかね。エピ、おやおや、ネズミがいるみたいざますね。我が輩の前に引き出してくるざます。はっ。バレてしまったぞ。逃げるのは、まあ、魔物ざます。なんて汚らわしい。うりゃっ。なんだとこの野郎、すぐにぶっ飛ばしてやるから待ってろ。まだ戦います。キャン。あなたたち、気をつけないと魔物に触れたら呪われるざますよ。魔物に負けるなんて情けだ。どこ行きやがった。魔物というのは知性だけでなく、ジョークのセンスまで最悪ざますね。どういう意味だこの野郎。お前には無理だと言ってるざます。いい気味ざます。これからは身の程をわきまえなさい。おい、生きてるか。なんとか。くそ、エピのやつ無茶しやがって。魔物といえばどうする。とどめを刺しとくか。やめとけ。魔物を殺すと七代祟られるって話だぞ。それよりさっさと機関室に行かないと。あの人の下に配属されるなんて俺たちついてないよな。やれやれ、言ったようじゃな。あのヒゲチョビン、絶対許さねえ。後を追おう。放っておいていい連中ではなさそうだ。機関室に行くとか言ってたよな。それってどこにあるんだ。構造的に上層階だろう。お前さ、ヒゲチョビンのこと知ってんのか。うん、
ちょっとだけ。あいつが乗ってたメカは？あれは私も知らない。そっか。ほっ、よっ。下を見ろ。あいつらか。ちょうど一暴れしたかったところだぜ。コンテナは前にも見た脆いやつですが、戦車の出番だな。
のクレーンも前に来た時に見たやつだな。あれもエレベーターだな。今度こそ機関室まで上がってやる。機関室はこの上か。もう一息だな。兵士がこの先にいるかもしれませんな。気をつけながら進みましょう。この先が機関室みたいだね。兵士どもが待ち伏せているかもしれん。警戒をしておこう。任せとけって。全部まとめてぶっ飛ばしてやるさ。ほっ、やるじゃないベルゼ。よっ、はっ、じゃっ、これってすごい。ほっ、
こんなもんかな。敵を倒すとはさすがだな。
さ。さっさと機関室を調べようぜ。とうとう手に入れたざます。なんだあいつ、えらくご機嫌でムカつくな。手に持ってるのなんだろう。あれが目的だったみたいだけど。あれはまさか。どうした、おっさん。アクアニウムだ。すぐにそいつを床へ置くんだ。衝撃を与えると大爆発を起こすぞ。うん。こうざますか。しない。おバカさんたち。アクアニウム炉から取り外したら熱を加えない限り爆発なんてしないざます。びっくりさせやがってこの野郎。アクアニウムを渡すんだ。それは人が手にしていいものではない。はい、わかりました。とでも言うと思ったザマスか。下がってろおっさん。力ずくでぶんどってやる。いいですよ、気分がいいから相手をして。絶対にアクアニウムを渡すわけにはいかん。あんな悲劇はもう二度と起こさせん。汚い魔物は近づいてほしくないじゃます。うるせえ、ぴょんぴょん跳ねてないで降りてこい。そのムカつく引き引っこ抜いてやる。ぴょんぴょん跳ねやがって。
これでようやくお前をぶん殴れるな。誰かミーを助けなさい。こいつをやっつけるざます。戻りなさい。敵前逃亡は重殺系ざますよ。人望のなさがあだになったな。覚悟はいいか。エピが逃げたよ。悪党というのはどいつも逃げ足が早いですな。奴らのことはアレに報告して国王軍に任せよう。今はアクアニウムの方が大事だ。機関室にまだ残っているかもしれん。念のため調べてみよう。どうやらアクアニウムはエピから取り戻した1個だけのようだな。一隻の戦艦に1個ってとこか。あ、そうか。だから奴らゼウの飛…どういうこと？ルジバ戦艦ほどではないが、ゼウの飛行戦艦もかなり巨大だった。あれを半隻だけで飛ばせるとは思えん。しかしアクアニウムを使えば飛ばせるじゃろうな。つまりどういうことだ？奴らが飛行戦艦に侵入したのはアクアニウムを奪うためだった。そう考えればこれまでの行動が線でつながるという話だ。ああ、なる。アクアニウムが絡んでいるとなれば国を揺るがす一大事だ。そんなに危険なものなの？30年前の大爆発のことは知っているかね？ラジオでおじさんが話してたのは聞いたけど。その大爆発では地形が変わるほどのとてつもない被害が出た。そして大爆発の元凶。いや、そうだったんだ。でも今の話、ん？思い過ごしならごめん。大事なことに触れてない気がして。私のこと信用できない？バカを言うな。そんなわけがない。そうじゃないが。何か理由があるんだね。わかるよ。私にも言えずにいたことがあるから。言えずにいたということは話す気になったということかな。スピノ町に戻ってから。そうだな、そうしよう。出口に戻るのダリーナ。そういえばさっきのエピという男はこっちの脇道から逃げていきましたな。近道があるのかもしれません。行ってみましょう。なんと、こんな近道があったとは。
しゃい。よっ。どうやらエピの旦那はしくじったらしいな。行くぞ、お前ら。たのかおっさん、なんで町に入らないんだ。スピノ町と国王軍には朝からの因縁があるからな。それより状況は。例の武装集団とルジバ戦艦で遭遇した。なんですって。ま、俺たちがぶっ飛ばしてやったけどな。さすがだ。本来なら国王軍が対処すべきなのに、こちらでも北上してきた別動隊を叩くには叩いたのだが、まとまりに欠く今の国王軍では追い返すのがやっとだった。ゼウが牛耳っていた軍だ。再編の混乱があるのはやむを得まい。それにしても奴ら何者だったんじゃ。わからない。集団行動に長けていて。彼らはフォレストランド軍よ。バカな。フォレストランドとは何十年も前から休戦協定が結ばれている。私もにわかには信じられないが、奴らの指揮官は将軍と呼ばれていた。軍隊だとしたら合点がいく。何かフォレストランド軍だと言い切れる根拠はあるのか。それは君の隠し事に関わることなら無理にここで話さずとも構わない。ありがとう。でも国王軍のお偉いさんにも聞いてもらった方が。そうか。ではアンのガレージで話そう。あれ将軍もそれで構わないが、君一人ならば問題あるまい。わかりました。案内してもらえるかな。ええ。では聞かせてもらえるかな。彼らがフォレストランド軍だと言い切れるのは、私がフォレストランドの人間だから。なんだって。君は密入国者だったのか。密入国って。入るのを禁じられている国にこっそり入っちゃうことですよ。悪だな。なぜ一人で密入。一緒に来た仲間もいたよ。けど成功したのは私だけだった。そんな危険を冒してまでサンドランドに来た理由は。フォレストランド政権を倒すのに手を貸してくれる協力者を見つけるためよ。何？君はクーデターを起こそうとしているのか。違う。クーデターを起こしたのはあいつらの方よ。あいつら。突然温厚なジャム国王を幽閉して政権を乗っ取った。ブレッド大将軍率いるフォレストランド軍よ。私たちレジスタンスは国を取り戻すために戦ってきた。ルジバ戦艦であったエピ将軍とも戦ったことがあるわ。どう思うね、アレ将軍。筋は通っていると思います。私が知る情報とも矛盾はない。私もそう思う。このタイミングで動いたことも
ゼウが失脚したのを聞きつけて行動を起こしたとすれば特進が行く。しかし軍を動かせば大事になるのは明らかなのに、そうまでして我が国に侵入してきたフォレストランド軍の目的は？アクアニウムだ。バカな、アクアニウムは大爆発で失われたはず。ルジバ戦艦は動力にアクアニウムが使われていた。おそらくゼウの飛行戦艦にもアクアニウムが使われていたのだろう。ルジバ戦艦のアクアニウムは守れたが、飛行戦艦のものは奴らの手に。なんてこった。ゼウめ、私の知らすぐに王の都へ戻って国王に全軍の緊急出動を提言します。軍内に内通者がいないかも調査しなければ。アクアニウムはどうする？お任せします。あなた方に持っていてもらった方が安全だ。了解した。さて次は私が話す番だな。気持ちが落ち着いたら話しに来てくれ。私たちレジスタンスと国王軍で共闘することはできない？すまないがそれは難しい。国を巻き込む問題だけに急いで結論を出すことはできない。何より今の私には決定する権限がない。そう。何かしていく？
行ってらっしゃい。何かしていく？行ってらっしゃい。いらっしゃいませ。はい、ではまた。いらっしゃいませ。
はい。ではまた。やあやあ、ま、この前、そうだ。見つけたら持ってきてくれよ。俺もいいもの用意しておくからさ。なあ、さっきアンが言ってたレジスタンスですよ。考えたんだが、話をするだけじゃなく見ておいてほしいものがある。ついてきてくれるか。いいけど、どこだよ。かつてアクアニウムが大爆発を起こした場所だ。あ、分かった、行こうぜ。